久保さん。僕、あの、都市伝説系で、あの、ミルクティー飲みたいですっていうチャンネルがあるんですけど、結構好きで。そう。別にその、よくわかんないですよね。うん。伝説ですからね。都市伝説って、伝説じゃないですか <laughs>。そう。だから、よくわかんないですよね。よくわかんないけど、ああ、そう。関さんね、今年ね、あれなんですよ。都市伝説といえばミスター関。 武道館ライブしたらしいですよ <laughs>。僕ね、関さんのね、実はライブ一回行ったことあるんですよ。それは東京の池袋か。池袋でやったやつなんですけど、行ったことあって、多分ね、300人、200、300来てたと思います。で、あの、入場するときにあの、絶対そのネット上にその、今回の内容は公開するなっ、つって。で、公開したらどうのこうのっていう、なんかその、 制約書というか、まあそういうのもなんかちょっと書いて、で、一人一人顔写真も撮,る撮られるっていうね。そう。で、入場するっていうやつだったんですけど、そう。絶対ネットで公開しちゃいけないみたいな。<laughs> 公開したらた、うん、行ってきましたね。でもね、すごかったっす。あの、内容は、すごいというか、 まあ、あれ売れますねバックエンド <laughs>、まあ、バックエンドはもちろんセールスはなかったですけどあの状況で売ろうと思えば売れますねうんそうまあでもね都市伝説の話聞きに行って「愛が大事愛が大事なんです」って熱く語ってましたねい <laughs> ってらっしゃい